説だね。風流だね。お前の場合、花より団子だろ。いいな。今回は桜が似合うキャラクタートップ5を決めていくぞ。ワン、イッツ、チェリーブロッサム。タケナチャンネル。第5位、桜木花道。スラムダンクからコメントで多かった桜木花道を選抜。言われてみれば名字だけじゃなく名前にも花がついていますね。春に告白して桜が散ってしまいそうなイメージの桜木花道が第5位。第4位、間宮さくら。第4位は教会のリーネよりヒロインの間宮さくら。 OP で桜が舞う演出やグッズに桜の花びらが描かれることが多かったため、桜といえば彼女を最初に思い出すという人が多かったようです。また春といえばリーネというように放送時期を上げていた人もいました。第3位、春の桜。ナルトのヒロインである春の桜はピンク色の髪に、何といっても春の桜という名前がまさに桜そのもの。区内で自分の髪を切ったシーンは桜が散る感じでとても感動しました。第2位、木之本桜。どのアンケートでも名前が上がってくるのがカードキャプター桜でおなじみの木之本桜。4月1日生まれで好きな花が桜というのも彼女にぴったり。絶対大丈夫だよという無敵の呪文で幾度となくピンチを乗り切る。第1位、桜ももこ。国民的アニメちびまる子ちゃんでおなじみの桜ももこ。この名前はナルトの桜以上に桜の花びらを連想させます。怠け者でおっちょこちょいという困ったキャラクターですが、実は正義感があるとっても優しいキャラクターなんです。そんな桜ももこは数ある桜のキャラクターの中から半数以上の投票を抑えて堂々の第1位に輝きました。桜が似合うキャラクターランキング、いかがだったでしょうか。俺もトップ3には入れようと思ってたんだけど、他の5人が強すぎたんだな。特に桜木花道推しはすごかった。なるほど。カミネの予想はどうだった。え、それはもちろん私。その手に持っている団子は何だ。それはそれ、これはこれ。桜に謝れ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。